イボックスリョウです、今日はですね、前回の動画に引き続き、ナーフネタになりますが、このナーフ、マガジンがね、純正なんですね。これが純正のマガジンで、まあ刺して、で、まあ打っていくっていう形なんですけども、これに、ワーカーっていうね、前回ね間違ってワークスって言っちゃったんですけども、ワーカーです。正しくはワーカーのカスタム部品を、このナーフの、ストライフの方に組み込んで、こういう形に、まあ、アサルトライフルっぽくカスタムしました。で、そのワーカーが出している、マガジンね、これが、16発入るマガジンと、14発入る、マガジンです。で、あとね、純正、これはナーフが作っている、ドラムマガジンで、マックス25発入るマガジンです。もちろんこれもこのストライクの方で使うことができるという形です。これだと25発入ってます。で、今日はですね、25のドラムマガジンの他に、実は秘密兵器を仕入れたので、それをちょっと紹介させていただければと思います。あ、ちょうど来ました。ちょっと待ってくださいね。台風の時に使っているビクトリノックスとフラグメントのコラボのアーミーナイフ、それを使ってオープンしていきます。タイタン、CS50 ってやつね。でもこの CS50 とこの50っていうのが、いわゆる、ドラムマガジンね、ドラムマガジン、さっき言った25発入るドラムマガジンの倍入る、まあ、これが2つこうくっついているような、マガジン、がセットになったのがこのタイタン CS50 なんです。これは邪魔くさいかな。ちょっとね、このタイタンの本体はそんなに欲しくないんですよ。この50連発の方のマガジンが欲しくて、これ入れたんですけど、こっちも出しちゃいましょうかね。じゃん、でかい、でかいね、すごい。もうで、ベルトもついてる。こうか、こういう感じだね。こういう感じで撃つ。おお、すごい面白い。ミサイルスイッチになってるのが、これで多分このところに回して、で、ここで撃つって感じなんだろうね。これはこれで面白いかもしれない。無痛ガンっぽい、回転して撃つって感じか。ただ多分見た感じね、この回転するのは、この重心がね、動くのはギミックで、真ん中からね、重心真ん中にあるんで、多分あのここから打つだけの、まあ無痛ガンっぽいマシンガンというかね、まあ、そういう感じ。ダーツとかで入れてってみようと思います。これで付属してた弾50発は入ったね。ちょうどやっぱり50以上入んないんだ。よくできてます。で、これをじゃあ、先日カスタムしたストライフの方に、これね、ストライフ、こっちの方に刺してみたいと思います。方向は弾こっちだから、ああもちろん入るね、こんな感じ。
いいね。うん、ちょっとねこう構えた時にね、左手がここに、グリップするでしょ。そうした時にここのところがねこのとこ当たっちゃうんで、多分打ち方としてはこんな感じ、うん、こんな感じで打つ感じ、うん、ここでこうこう構えないと正面から見てわかるかな。ここが、ここの腕のところにね当たっちゃうんですよ、まっすぐこう構えると。ただこう斜めに構えれば全然、ぶつかることなく打つことができる、うん、こんな感じかな。で、うん、もちろんね、銃のラックがなくてもこれをこう置いとくことだけで、飾っておける、うん、なかなか面白い、面白い。で、果たしてストックを畳んだ時にどういう風に構えたか、うん、こんな感じ。こうかストックをこうやって構えてこれで打つことができる、うん、なかなかデザイン的にもいいけど、ただ色がねここ青入るのってどうなのかな、うん、色はもしかしたら分解して塗装し直すかもしれないです。まあ、今日はね、さっきから言ってる通り、純正はね、このストライフの純正は6発入るマガジン、これが1本ね。で、これは別のところから使って取ってきた25発入る、うん、マガジン、それからそれが2つこうついたような形の50連マガジン、50連マガジンはなかなか迫力ありますね、うん、置いといても、うん、なかなか美しい。今日はそんな形でナーフのマガジンについてお届けしました。もしねなんか面白かったよっていうことでしたらばグッド評価お願いします、チャンネル登録の方もね今10まで来てると思います。見ていただければ分かるんですけども10まで来ました。令和3年の目標は100です。ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はそんなところで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは。